はい、渋谷中央でやっております、ポチャ、あるあるある、おお、珍しいある、めっちゃ珍しいある、なえさんも痛い、だから前回一緒に動画撮った時やめろって言ったんだよね。いや、久々にちょっとまたこの二人と一緒に動画を撮りますね。どうですか皆さん、最近は元気ですよ。元気です。はい、なえさんは元気、台湾行ったんですよね。はい、来ました、旅行に。うん、食べ物美味しかった。そう、毎日食べた。で、3キロぐらい太りました。そんなんて全然わかんない。本当？うん、なんか友達と会ったら、昨日友達と会ったら、顔でかくないって言われて。顔はちっちゃい方だよ。そんな、何が美味しかったの？タピオカミルクティー。あー、美味しいですね。定番すぎない？めっちゃ美味しい。本当に台湾のミルク美味しい。あの、台湾の料理はさ、中国寄りだった？日本寄りだった？全体的に。全体的には、なんか海鮮が多い。へー。それとか日本寄りかもしれない。うん。あと、刺身も食べました。あ、そうなんだ。ちょっと日本寄りかな。あー、なるほど。多分ちょっと、一回ちょっとたまに不便とか思う時とかある？台湾で。そうですね、やっぱりコンビニは24時間営業しないんだよね。あ、なるほど、はいはい、24時間営業のところが少ない。うん、泊まってるホテルにの中でもコンビニあったけど11時終わって、はいはい、そこからもうウーバーイーツ。あ、ウーバーイーツあるんだ。あります、あります。まあ、どういうことでね、ちょっとやっぱね、海外行ってみないと分かんないんですよ。日本実はめちゃくちゃ便利なんですよ。だから、そう、だから今日は日本の日常で便利なものについてちょっと語ろうかなと思って、動画が始まる前に、大事なお願い、チャンネル登録圧倒的お願いします。お願いします。お願いします。皆さんのおかげで、視聴者日々増えています。喜んでます。お母さんも。お母さん、お母さん見てないけど、でもやっぱ仕事近所どうって聞かない、あんまり増えてるよでももうちょっと増えたいですね。ちょっと人が多くなればね、あのでかい企画もできるから、なのでちょっとぜひ圧倒的お願いします、うん、お願いします。母さんの体重は増えてるの？そう、体重と視聴者はもうあの平行でいってるんですよ。さっきそうコメント見たら、みんなポーちゃん戻ったじゃんって、うん、みんな、うん、そうだよ、痩せた時マイナス3000人だったから、ね、トラウマだった。まあ、太った方が運が来るよ。あー、マジか、そういうことか、なるほど。まあでも本当にあのお願いします。じゃあ行きましょうか。誰から？俺でいい。どうぞ。はい、まずちょっとね、これコンビニもスーパーもあるんですけど、骨抜きの魚。うーん、そう、骨抜きサバとか。うーん、もうすでに骨抜いてあるやつ処理してる感じが。そうそうそう、俺魚好きなんだけど骨嫌なんだよ。だから日本来る前に魚食べるのは嫌だったの、うん、でも本当あのたまたまであのコンビニセブンで あったサバの塩焼きがあって、うん、骨抜き、ほんと買えなと思って買ってみたら骨がない。そのまま食べれるやん、うん、やばい。で、うん、でもやっぱコンビニだとちょっと高いんだよな、うん、だからちょっとスーパーで、いやさすがにスーパーないかもなと思ったら、あるわ、骨抜きサバ2個、うん、398円。安い。そう、え、こんなのある？便利すぎない？これ便利だね。これだって一番地味に面倒くさいじゃん、うん、もう骨取るとか吐き出すのか、うん、そうそうそう、そうだね。これもだし、その他のさ食品、うん、お肉、はいはいはい、お肉もさ、中国ってどちらかというとこれ 何百グラムみたいな、ジグジグジンジグジグジンって言って、そこでなんか自分で持ち帰ってさ切るとかするじゃん。そうそうそう。でも日本はやっぱもうカット済みのものが多いよね。そう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 、そうだね。確かに。お肉もさ、うん、唐揚げ用みたいな、あー、そう、鶏肉のちゃんといいサイズがあって、あれマジで楽。そう、牛肉のカレー用とかちゃんとね、ある。そう、あと切らなくていいのがマジで楽。そう、カレーセットみたいな野菜とかもう茹でであるから、もう入れるだけやと思って、うん、いやー、こういうところやっぱね、食に関するの便利さがね、うん、世界一だと思います。確かにありますね。私はあのドラッグストアめっちゃいいなと思って、おちょっと結構海外に例えばコスメ用品だったらもうコスメだけなんですよ。
まあ、日本ってさ、ドラッグストアでさコスメだけじゃなくて、まあ、薬ももちろんありますし、うん、なんなら薬剤師さんもいるよね。専門的な知識を持った人もいる、うん、あでも確かに、うちの試乗車は、うん、スーパーの薬剤コーナー の薬剤師だったんです。すごい。そう、スーパーにもあるんですか。スーパーの2階にあるんですよ。まあ金賞だけかもしれないですけど、いやいや、どこにもあります。金賞岡田より早く出たよ。ライフ1階はスーパー、2階はドラッグストア。錦糸町パクんなよ。ふざけんな。ちょっと待って、錦糸町だけだと思ってたんだね。あそこ薬座の隣にダイソンなんですよ、うん、あります。池袋に何でもある。東武西武。いや違う違う違う、コンビニストア、ドラッグストア。いや違う、錦糸町のあの丸越の2階は日常用品のコーナーとダイソンコーナーと薬コーナーあるんですよ、うん、まあいいや、とりあえずその、はい、まあいいや、池袋の戦いも置いといて、はい、そう、ドラッグストアの話なんですよ。まず薬とコスメがね同居してるのもすごいし、はい、そこでさ、なんかたまになんか髪の毛巻く、そういうヘアアイロンとかも置いてたりするんよ。で、なんかたまにそのマグカップも置いてるんですよ、なんかあのお茶入れる保温のやつか、はいはいはい、保温入りのそういうマグカップみたいなのもあるし、なんか結構何でもあるなと。あ、それがやっぱ中国にいたらさ、まあ電気系だったらやっぱそのなんか電気屋さん行かなきゃいけなくなるし、はい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 、そもそもコスメとさ薬一緒じゃないしさ、はいはい、そこになんかマグカップも入ってくるとなんかもうまた別のジャンルになっちゃうから、確かに、確かに、それがギュッて詰まってんのは結構すごいなって。あ、もうドラッグストアって言ってるけど結構何でも揃ってるから、ちょっとミニスーパーみたいになってるんだ。そうそうそう、そう、それすごいな。全く行かないからさ、そう、うん、いやドラッグストアね、中国人に大人気よ。観光に来る人にも。ああ、そうそう、みんなさ、うちの親戚とかもこの間来たらなんか目薬10個ぐらい買って帰ってきてさ、うんうんうん、免税できるしね。そうそうそう、そうなのよ、安くできるから。緊張、ドラッグストアめっちゃあるんですよ。そうなんだ。パッケージ？パッケージ、あ、はい、日本のパッケージのデザインはめっちゃ便利。これどういうことですか？あ、なんか例えば開けやすいとか、そう、袋に入ってるものだとめっちゃ開けやすい。確かに、ここにちょっと印とかあって、バカンだからちゃんと開けるみたいな。そう、なんか中国で物を買うときとかやっぱりなんか。こうちゃんとついてるものはあるんだけど、うんうん、でも結局歯でこう、まあ、強く歯でそうそうそうガチャって噛まないと。そうそうそう、あれはただのダミーだからね、実用性だからあれね、破っても破ない。そうそうそう、で結局歯を使うから、日本だと手で簡単にこう開けれるし、書いてあるものは絶対そのままいくからね。あとプリンのデザインわかる？ああ、プチッと、クリオシンちゃん大好きなプリン、はい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 、でプチッとやってちゃんと丸ごと出るから、はい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 、そこすごいなと思って。確かに、そう。あとちなみにそれで言うならヨーグルトのあれ開いたら絶対ユークロードつかないんだよね。つかないんだよね。そうなの？知らないっすか？知らなかった。あんま注目したことなかった。あ、今日一回ちょっと家帰ってこうやってヨーグルトをくくって開いてみて、絶対つかないから。そうなの？そう、中国の方はつくの、だからブルブルって言う。そうで、それはもうヨーグルト食べる前の、はい、もう固定的な感じ。そう、絶対舐めるから。そう、絶対そうそうそう、習慣みたいな感じ。そうそうそう、そうそうそう。で、日本に来ると開けたら、え、ついてないや。そうそう、ヨーグルト乗せてスルッと落ちちゃうから。そんなに弾くんだ。そう、うん、へー、そう、だからペロペロができないんですよ。今日ヨーグルト買って帰ってみよう。ペロペロがしたいのね。美味しいから。はい、はい、最近の無人レジ。無人レジ、あ、セルフレジみたいな。そう、セルフレジ、うん、この間衝撃受けたのは、うん、自由の、あ、ユニクロも一緒だったんですね。そう、もう物置いたらね、置いたら自動的に金額出てくるやん。もうすごい、あれ楽ですね。そう、この服自由です。おしゃれですよ、ね、太ったから全部服買わなきゃいけないでしょ。そう、買えなくなった。ちょっとね、自分の太さを隠れそうな服を見つけて、これ買いに行ったらレジの凄さに感動した。やばいよ、本当に。あれもう本当にパンツ、靴下、ズボン、もう服入れてもね、ちゃんと、しかも品の名前ちゃんとやってくれてるんですよ、うんうん、すごいよね。あれはすごい。あれ魔術師が後ろでやってるのかなと思って。チップが
入ってるね。え、すっか。え、服に、うん、タグに、タグ、ああ、そうなの、マジか。あれ、そうだよね、そう、中高でも入れてすぐ金額出る、そう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 、あるからめっちゃいい、そう、うん、あれはちょっとね、いや、もうさすがもう、うん、科学の最先端ですわ。便利はやれ、うん、あれはちょっとぜひ行ってない方はぜひやってみてください。うん、すごい。私はあのこの前中国に帰った時になんかその向こうの地図使ってたんですよ、うん、そこでなんか乗り換え案内とか調べてたんですけど、うん、ただ向こうのその場合トディートだとなぜか乗り換え案内のそのちゃんとした時間が出ないんですよね、うんうんうん、でも日本だと例えばじゃあ8時4分錦糸町発、ね、あ、私も今日それ言えたかったの。あ、本当に？そう、なんか9時何どこにどこに着くみたいな時間がちゃんとってそうで、本当に1分もあのずらさない、ずらさないようにで届く、あの到着するんですよ。そうそうそう、でもずれる場合もなんかアプリによっては日本のだと乗り換え案内でなんか1分遅れますみたいな、そう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 、そう、確かにすぐ情報の共有がすごいよね。そう、応援してるじゃん、うん、でも私もそう言った時それなくって、そうで台湾にも韓国にもタイにもいたんだけど、どこでも日本みたいにちゃんと遅れないシーンが少ない、そう少ないし、そもそもさ、そのこっちはさ旅行で行ってるからやっぱその何時にどこに着いて、そっからじゃあ何時にどこに着くかによってだいぶプラン変わるじゃんか、うんうんうん、だから分刻みで動きたいのに、分かる分かる、もうなんか全然時間出ないから、でも待ってよ、こっからここが20分ってのは分かるんだけどこの電車じゃいつ来るんだみたいな、うんうん、結局行ってすごい待つしかなくて、はい、そう、そこがめっちゃ困ったから、日本の乗り換えアプリの精度の高さは本当にすごいし、あ、そもそも電車の精度もすごい、うんうんうん、まあね、でも電車どんだけすごくでも何さんも遅刻するっていうねどんだけその時間変えても絶対この時間に来ないんだよ、すいません、私の問題、個人的な問題、電車の遅延でしたって言えないレベルも、そうそうそう、もう電車遅延とか言わないもん、そうそうそう、言い訳、自分のせいです、そうそうそう、もう電車すら構えない、言い訳言わないはい、じゃあ僕もう一個あるんですよ、はい、R1 ヨーグルト、まあヨーグルトなのかな、そう、乳酸菌、腸まで届くみたいな、そう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 、あれ本当に効くなと思って、風邪ひかないっていうよね、そうそうそう、中国のヨーグルトとかもだいたいちょっと美味しいからちょっと作ってるみたい、日本みたいに体にいいとかそういう要素とかあんま入ってないんだよ、例えばヤグルト1000とか飲んだらめっちゃ、ね、眠れるとか、そうそうそう、これだからそれ普段飲んどけばあの病気のリスクが減るんじゃないですか、だからそう、これ毎日飲めば体に便利だなって思って、え、毎日飲んでるの、ほうちゃん、俺は一応1日2杯、2杯、うん、朝夜、そう、あのマジで飲んでからあのうんこが良くなりました、あ、腸内環境、ね、そう、腸内環境めちゃくちゃ、ただ甘いもの好きだから飲んでるんじゃない、あのカロリーオフのやつ飲んでるからこれも視聴者に教えてもらったんだよ、あのお腹調子悪い時は、うん、R1 とか飲んでみたいな感じ、うん、だから その時からついた習慣なんだよね、なるほどね、そう、まあ、痩せるとはまた別ってこと、あ、もう全然違うよ、痩せたってあのこうなるからそうなるから、そうそうそう、痩せるならいいなと思ったけど、でもまあ健康のためでもちょっと飲みたいですね、いや全然めちゃくちゃもう便がね、うん、あの出るからね、あのスラスラ、難産の時あるんじゃん、出にくい時、難産ね、子供を産むみたいな、そう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 、それをうんちに使う人は初めて見た、ああそうか、嘘だ、いやみんな使うかなと思って、そうですね、本当に辛い時病院に行った方がいいよ、いやだからそれを毎日飲めばうんこが出ないリスクがなくなるっていうことです、なるほどね、そうそうそう、ぜひ皆さんちょっと帰ったら、はい、コンビニでも売ってます、もちろんですよ、コンビニ近くってなんかもしれない、150円だよね、そう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 、これよく覚えてるんですか、そう、飲みました、この前ピロリ菌になっちゃって、なんかその先生はやっぱり中国で生まれた子供はほぼ全員ピロリ菌あるらしい、もともと持ってるってこと、もともとではなくて、育った環境とか食ったものが全部水道水、そうそうそう、やっぱり日本とちょっと違うから、うん、水道水直接飲めないんじゃん、うん、で子供時期とか飲んじゃうから、うん、そう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 、その時に体内に、そう、その時にピロリ菌かかりやすいって言われて、で子供にも移っちゃう、そうなんだ、そう、子供自体に多分移られたとかっていうのもあるし、あるんだ、そうで、その先生は、まあ、ヨーグルト飲んだ方がいいよって言われました、うんうん、そう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 、病院の先生も勧めてるからね、そうそうそう、病院の先生に言われました、私かな、じゃん、はい、なんだっけ、あのもう一つ便利な
ところっていうか、うん、日本って手続きがすごい楽だなって思って、あ、そうなの、たらい回しにされないんですよ、そこ1個で済む、そう、1個で済むし、なんか手続きが終わるのが早いんですよ。この前区役所行った時に何かの書類を多分作んなきゃいけなくて、はい、で私のイメージって役所って行ったらもうなんかめっちゃ時間かかるんだろうなと思ったんですけど、意外となんか整理券番号配ってて、すぐ呼ばれたし、行ってもそのなんか書類をもらうのにもう10分かからずで終わったんですよ。めっちゃ楽じゃんって思って、でもこの前中国行ってその銀行カードを、はい、いろいろその期限が切れてたから、それの更新をしなきゃいけないって時に、私その昔の名前と今の名前が違うんですよ、日本国籍になってるから。でそうするとなんか向こうのマニュアルにはない事例だから、もうなんかうちではよくわかりませんみたいな、ここに行ってくださいみたいな、そこに行ったらそれはそれで、いやこれはうちでは扱えないです、あそこに行ってくださいみたいな、あ3軒くらい、わかる、3軒くらい回って、結局3軒目で一番最初のお店の名前をまた紹介されるいやだからそこに行ってくださいって言ってっていう、もうわかるわめっちゃみたいな、もうたらい回しがすごいの、あそうそのマニュアルにない、そのちょっと普段扱わないような状態だと、もう誰も対応できなくって、あそう。でも銀行だったらやっぱりの知り合いの担当とかがあった方がいいんだよ。それもそう、それもあって、その私の個人じゃないけど、お母さんがその銀行でじゃ口座作るときに、お母さん結構その銀行のビップだから、なんか担当の人もうすぐにお出迎えして、そうそうそう、担当の人が大事、担当誰も知らないとちょっとあなんかね、あそういうのがまた本当に面倒くさいのよ。もう私もそう思ったの、やっぱり日本の銀行は早いね、平等だしね、うん、平等で別に誰と仲いいとかそういうの なくてもいけるし、保険とかもそうだったかな、保険金もらう時も大変で、保険の期限がもう切れて、じゃあそのお金をもらうのにもうすごい手続きが本当は必要だったんだけど、まあ、それでなんとか知り合いがいたから普段より若干早く終わったんだけど、それでも2時間ぐらいかかったし、まあ手続きはやっぱり日本の方が、あそう楽だし、困ったとしてもじゃあこうしましょうとかどこどこに聞いてくださいってちゃんと教えてくれるから、あ優しいからね、日本のそう役所のおばさんたちは優しいよ、本当に優しいですよね、優しい、だからもう本当になんか、うんあこれ言うと俺この間なんかね海外ストーキングでちょっと銀行の英語とか資料とか、うん、あの名前とかあの必要なんだけど、うん、本当に三菱行ったらもうあのおばさんがね一緒に調べてくれてるんだよな、うん、おばあちゃんかな俺のと思ったよ、そんなに親切だと思って一緒に調べてくれるんですよ、そう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 、一緒になんかやってくれるのは確かに日本の良さですよね、うん、だと思う、だからこれとこれ用意してくださいみたいな、しかも用意して行っても、あ、これやっぱダメでしたみたいな、あー、あるある、確かに、確かにダメなんだって、はいはいはい、事前に言ってくれ、試したことないんかいっていう確かに、はい、内容さんは？はい、あ、やっぱり、まあ、不動産やってから、はい、なんか日本の新築マンションとか、うん、必ず内装ついてるじゃないですか、あー間取りとかも、間取りも決まってるし、うんうん、こう壁とかもちゃんと綺麗のまんまか、そう、ちゃんと綺麗のまんま、フローリングもちゃんとついてて、あのバスルームとかちゃんと乾燥機能とかも、はい、ね、ちゃんとついてて、そこすごいなと思って、あでも確かになんか中国だともう何もないんだ、コンクリートのまんま、そうコンクリートが多いんだよね、そうコンクリートだからもう壁とかそういうの張ってなくて、もうコンクリートのまんまだから、自分で設計してみたいな、そうそうそう、だからそう石の塊とかどっかにあるから、まあ、内装した完成したマンションも買うことはできるんだけど、でも日本は言わなくてももう内装綺麗なまんまじゃん、うん、そう確かにうち、うん、あの、うん、俺小学の時あの家買ったやつは確かにもう本当コンクリートのまんまだから、そこ便利じゃないです か、 もう自分内装したくてもいいから、そうそうそう、だからそこからもうゼロからあの内装したりとかして、そう業者探すの中国で探すの大変そうだもんね、そうでちゃんと、まあ、自分が最初から最後まで、うん、見ないといけない、見張ってないといけない、あそう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 、それもある、そうそうそう、確かにで、ドア選んだり、こう壁の色選んだりとか、こう本当に何でも自分しなきゃ、自分でやる、何でも自分で、確かに、これ確かに、あ、まあそうか、便利だったな、それとか日本は確かに便利、そうそうそう、ここ便利だなと思って、確かに
まあ、日本人ない発想かもしれない。家買ったらちょっとね、リフォームとかそういうのやんなきゃいけない。私は結構家見るの好きでさ、めっちゃ見てんだけど、はい、中古マンションでもすごい綺麗じゃない。そうそうそう、リフォーム済みが多い。もう本当に新品みたいですごいなって、うんうん、中国でアーショーファンって言われたらそんな、うんうんうん、リフォーム済みのって少ない気がする。そうだよね、中国の中古マンションはやっぱりもうそのまんま、うん、そのまま状態で渡して、じゃあどうぞ好きに改造してみたいな。そうそうそう、自分のデザインとか。はい、最後でございます。これはマジで衝撃な便利さ。メルカリとかそういうネット販売の時の手続き、贈り物とかね。メルカリとかヤフオクとか使ったことあります？メルカリある。出品カードして、うん、1回だけあるあるある、うん、出品ましたことない。あ、そう、出品の時だって荷物送るのバーコード1個だけだもんね。あ、そうですね。なんか方法いろいろあるけど、そう、最近結構楽になってる気がする。俺はあの今年の前半金なさすぎてフィギュア売り始めたんですけど、うん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 、それで気づいたの。あの本当売り物メイントスタイルでずっと思ってるからさ、うん、あの住所書かなきゃいけないし、俺字書くのは嫌いだし、ね、そうそうそう、うん、あのコンビニ取ってきて、うん、ジャック払いとかで元払いとか書いてやるんじゃん、うんうん、最近だとねバーコード1個でビッていける。確かに最近すごいな。そう、これはね衝撃的、楽すぎる。しかも匿名配送だから自分も知られないし、そうそうそう、相手のも知らない状態。そうそうそう、なのにちゃんとローディングみたいなのあるんだよな、どこまで届いてるってちゃんと表示してくれてる。そう、びっくりしたよマジで、素晴らしい。これいやだって荷物送るのがこんなに便利だったら転売はそれは増えるわって思う。逆にね、だってもし中国でやったらもう本当書きまくってあとは電話で家まで取りに来てもらったりとかするんで、でもやっぱ書くのがめちゃくちゃ面倒くさくなる。 その部分がもうまさかバーコード1個で。あ、でも今中国でも書かなくていいよ。そうなんだ。全部 WeChat のショーアプリでやる。それもいいね。なるほどね。中国も進化してきた。今も進化してきた。進化してる。そう、進化してる、はいはいはい、以上でございます。はい、ナユさんはトイレ。トイレ、トイレが多分世の中で一番綺麗じゃないですかね、日本のトイレは。いろいろ言って感じたこと。あ、便利。そうそう、あ、中国人ですけど、はい、中国大好きですけど、はい、正直に言うと中国のトイレは汚い。あの確かにあの日本は必ずあのトイレットペーパーの切れは心配しなくていいから。そう、うんうん、まあ確かに中国はマジであのね、うんうん、都会はまだいいんだよね、上海、北京とかまだ全然いいんだけど、 うちの東北地域とか多分ポーちゃんの地域とか、うんうん、汚いね。うん、駅とかあのデパートとかのトイレはマジで汚い。そうで、ね、全部和室み、あの和風の和式のこうで足痛くなるし、そう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 、で逆にみんなそっちの方が綺麗と思っちゃうの、中国人たちは。そうなんだ、みんながね。そうで洋式だとみんなあの座るじゃん、うん、逆に汚いと思う。いろんな人がそこに座るから、ね、いろんな人が座るからもう掃除してなさそうだし、ね、そうで、え、中国は清掃員はいないの？います、います。あ、いや、でも、あんま仕事してないかもしれないけど、うん、中国は唯一ちょっと致命的なのはトイレットペーパーがないことが多い。あ、そうだね、全部トイレットペーパー自分で用意しなきゃいけない。そう、しかもトイレットペーパーあってもなんか入った時の入り口に一箇所あるみたいな、うん、あ、そう、そこから必要な分だけ取って、そうそうそう、個室に入る。そうなんだ。で、お金払うのもあるよ。なんかそう、で、QR コードを読み込んで、で、1円、多分1元を払ったら、このぐらい出る。もう1元払ったら、これぐらい出る。うん、それあった。まだ見たことない。まあ、信じられない。だから、ちょっと皆さん、今住んでる日本はとても便利で幸せなんですよ。そう、日本のトイレは感謝。圧倒的シェイシェイ。圧倒的トイレの神様で圧倒的シェイシェイ。特に女の子としてはね。そうだね。確かに。うん、それは本当に助かる。確かに確かに。安心感あるもん、日本のトイレは。あの、毎回中国に戻るとき、めっちゃ興奮して、おいしいもの食べたりとかもできるし、でもトイレに行くことだけ、ちょっと。なるほど。わかるよ。私も中国に行ったとき、小学生のときトイレ我慢してたもん。俺もそうだな。お昼一回学校から、家に戻れるから、家帰ってからトイレしてた。
そうだよね、みんな家本当に家まで頑張る。とりあえず家まで頑張る。そうそうそう。でも午後になると耐えきれなくなるから、一回はトイレに行かなきゃいけないそうそうそう、瞬間が出てくるんだから、それがすごい本当に水は少なく飲んで、もう外のトイレ使いたくないから。本当に俺はもう漏らすか家帰ってうんこするかどっちかそう、漏らした方がいい。そう、あ、漏らす方がマシなくらい。でも人のうんこ見たくないからね。うち小学校だとあの前の人のうんこが俺の下に回ってくるからさ。それは見たことない。今度連れて行こうか。それ見たことない。だからあのもう本当あの一本のあの水筒で、あの三室あるんだよね。あ、でもうちの小学校も最初そんな感じだった。そう、だから一人目のうんこを流したら二人目がそのうんこ。見たことないんだけど、それもあるんだ。そうそうそう、まだお若いからさ。はい、ということで今日の動画はここまで。はい、はい、トイレをちょっとあの綺麗に使いましょう。はい、お二人さんのチャンネルとインスタモデルぜひフォローしてあげてください。お願いします。はい、圧倒的シェシェでした。バイバイ。Oh!